暗い時来ても映らなかった。どうも、岡田です。今日はですね、あいにくのね雨なんですけども、こちら届きました。ゴルフセブンでもやっていたプチカスタムのアイテムでございます。ということでね、まずねフォルクスワーゲンに行ってちょっと遊んでこようと思います。それからこのね取り付け行っていきたいと思います。では今日も一日行きましょう。安定のホットコーヒーにおやつ、カントリーマーム。はい、ということでですね、少しね場所を移動してきました。フォルクスワーゲン下関には特にね、何々をしに行ったってわけじゃないんですけども、いろいろお話をしんですね、いつもねこう気軽に寄られる車屋さんということで、フォルクスワーゲン下関最高です。で、今日はねこちらと、これ中性洗剤を混ぜた水ですね、とヘラと、でこれ主役です。この前のゴルフセブンにもセコっていう言い方おかしいのかな、どうなんだろう、プチカスタムで、サイドミラーをブルーのねフィルム貼ってたと思うんですけども、このビートルにも貼っていきたいと思います。ではね、どうやってやっていきましょうかね。こういつもね車の撮影ってね非常に難しいんですよね。とりあえず用意します。それで中身はねどういったものかと言ったらですね、こういったねもう型が決まっているねフィルムを、もうスマホの画面にフィルム貼るようなもんですね。これでねペタッとつけていくと、折り曲げないようにしないといけないので、そこがちょっとまあ難しいかなとは思うんですけども、まあいつものごとくですね、不器用ながらも多分1回やったのでさすがにできると思いますので、やっていきたいと思います。じゃあ、外の方行きましょう。この角度でいいか、一応手元も映りますね。でまずね、このね中性洗剤で、まあ、もともともね脱脂はしてるので、一度こういう風にこう濡らすじゃないですか。こういう風にねこう濡らして、こっち側もね剥がすときにこういう風にスプレーを、こう角度やりにくいからいいか、スプレーをこうしながら剥がしていくと、でここでねもうペタって貼るだけ。あとね勝手に馴染んでいくと思うんですよ。前もそうだったんで、これでスプレーをして表面にもスプレーして、これで合わせていくと、まあ、このね作業をねやっていこうと思います。とりあえずね一つつけました。気泡は後々抜けていったような気がしますね。まあ反対側もこっちもやってみたいと思います。あとね少しね風が強くなってきちゃったので、どうしようかな。このね外撮影は風がやっぱり気になる。はい、一応ね取り付けの方しました。まあ気持ちね小さめの作りですね、フィルムなのでですね、まあ、空気入ってるけど多分使ってったらまあ取れていくと思います。で反対側はねもうね撮影抜きで取り付けました。こちらもこれこんな感じになってるけど、多分使ってったら抜けていくと思いますので、まあでも結構かっこよく仕上がったんじゃないかなと思います。どうでしょうか。
まあね、まあなんとなくできたからいいかなとか思います。ということでね、こういった作業はあんまり天気の悪い日、風が強い日にやるもんじゃないなとか思いつつですね、今回ですね、前回もゴルフ7の時にも購入しました。 Amazon で買ったんですけど、松印でいいのかな、松印さんのブルーミラーフィルムということでですね、車種別専用カットされているやつですねを貼り付けてみました。一応中性洗剤を混ぜた、スプレーとヘラでですね、こういう風にやっていくんですけども、まあまあ難しいですね、こういったことはですね。まあ僕の技量ではこれが目一杯。ただね、空気気泡とかに関しては使ってったら、前のゴルフもなんかだん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 抜けてったような気がするので、まあそのあたりは様子を見つつですね、まあ失敗したらまた買おうと思います。で、価格が非常に安くて、1200円でございます。ミラー変えたら多分1万円とか2万円するのかな、どうなんだろうか。で、まあ気軽にですね、プチカスタムできたということで、まあ大満足の仕上がりなんじゃないでしょうか。これでね、ビートルも少しずつね、プチカスタム化が進んできて、いい感じになっているんじゃないかなと思います。という形で終わりにしたいと思います。で、本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければぜひ、チャンネル登録お願いいたします。あと、Twitter、Instagram、上もやってますので、よろしければチェックしてみてください。以上、勝吉でした。ではまた見てください。何がね、気に入ってるかったら、やっぱりこのデイライトのコーディングが一番僕気に入ってるかなと思います。だんだんプチカスタム化もね、進んできましたよ。ちょっとね、微調整はしたんで、おそらく大丈夫だとは思うんですけど、1日置きたいと思います。あれからね、数日経ちました。いい感じについてきてますね。まあ、若干気泡は入ってるけど、ゴルフ7の時もだんだん抜けていったので問題ないかなと思います。ブルーミラーかっこいいな。こっち側は、こっち側結構綺麗につきましたね。いい感じ。これでね、だんだんビートルもプチカスタム化が進んできております。うん、かっこいい。